ですよ、この前さ、ヤドカリさんを見つけたからさ、ヤドカリさんを捕まえて海に返そうとしたんですよ。そしたら、そう、チョココロネだったのよ。ですよ、この前さ、何を言ってもはいしか言わない日本人がいたからさ、ノーと言える日本人になった方がいいんじゃないんですかとアドバイスしてやったんですよ。そしたら、あ、そういくらちゃんだったのよ。ですよ、この前さ、コンビニでさ、お店の人に黙って本をカバンの中に入れてる人を見かけたのよ。ね、まあみんな知ってると思うんだけど、ですよの正義感って半端ねえじゃん。ちなみにですよが今まででして一番の悪いことって言ったらさ、午後の紅茶を午前中に飲んじゃったことぐらいだよ。だからさ、その人にさ、あんたコンビニで本を万引きしてんじゃねえよと、とっ捕まえてやったんですよ。